はい、今日もあなたと百姓天国。はい、本日は2022年10月31日、10月の最終日ですね。はい、ということで、先ほど人参取りますけどもね。さあ、春菊ね、食べられるんですしね、出荷しようと思えばできないこともないんですけどね、ちょっと硬くなってるんですよね。こうやって手でね、こうやってピュッてこう取ってちょっと引っかかるんですよね。もうこの下の方からだとちょっと厳しいですよね。はい、ちょっと一回ね、こう柔らかいやつだったらいいんですけど、ちょっとねこの辺は硬いんですよね。はい、なのでね、ちょっと春菊、まあ無理くり出そうと思えば出せないことはないんですけどね、ちょっと大変なのでね、春菊はこれで終わりかなって感じですね。今もう出せなかったらもうないのでね、ということですね。他になければ、無理でも出しちゃうんですけど、他にまだねいっぱいあるので、ほうれん草がね綺麗に仕上がってきましたので、今日ほうれん草をね業者さん出ししようかなって感じですね。はい、こんな感じですね。綺麗にね耐熱マルチが効きましたので、だからほうれん草がこれだけできるということは、この畑はねポテンシャルがあるわけですよな。で、奥からね出荷していきますか。あ、この辺ちょっと食われてますけど、奥から行きますか。この辺はちっちゃいか、この辺はそうでもないか、この辺ぐらいから取っていきますかね。えでも向こうから取った方がいいのか、どうしようかな、どうしようかな。この隣のね柿菜を大きくしたいんですよね。なのでこの辺から取っていきますか。よいしょ。ね、刃物は一束100円ですね。まあ、あの業者さん出しすると最低でも100円ですかね。里芋は120円か150円かで感じですかね。それ以下では売るつもりは僕はないので、まあ、セット野菜の場合はね、僕は基本的には150円と、あの300円ぐらいになる、なりますので、一品がね。さあ、どの辺からいきますか。これは西洋ほうれん草ですね、普通の。ちょっとちっちゃいか、ちょっと小さいかなって感じですけど、もうちょっと大きくした方がいいのかね。もうちょっと大きくしなけりゃっていうことですけど、ちょっともう出していきますね。それでもね、ね、この隣のね柿菜を大きくしたいんですよ、ね、今やっとけば綺麗なね柿菜が12月ぐらいに出せますので、ちょっと小さいか、これでもね、やっぱ小さいな。もうちょっとこの辺か。刃物はねやっぱり難しいですよね。この間あの刃物一束60円ね、60円でも高いよというねえ、いやいや本当大変ですよね、揃えなきゃいけないし、いや本当に大変ですよね。刃物ね、業者出ししてればね大変だと思います、本当にね。よいしょ、20束できるかな。ね、あの研修生とかね、中国の人とかがやってくるああいう研修生のハウスの中の収穫出荷とかってすごいですよね。本当に凄まじいね、こんなちんたらしてないですよね。一気にバババババっていくじゃないですか形も揃ってるしね、すごいなと毎回思いますけれども。隣のこの柿菜をね、これを何とか12月あたりの出荷にね揃えられればなと思ってるんですけど、ここの畑はね、ここはね太陽熱マルチは白でやったところなのでね、草一本ないですよね、
人参と、当初は人参やる予定だったんですけどね、今年はそんなに人参いらないかなと思ったんですけど、結構意外と業者さん出しでね使うので、もっと作ればよかったですけどね。まあ来年は頑張って作りますね。よいしょ、どれぐらいだろう、ちょっと取ってみてですね。今日はほうれん草と水菜を出しますかね。水菜もいい大きさになってますんで、畑が乾いてるのでね、やりやすいですね。よし。よいしょ。柿菜がね、千葉時代、関東時代だとね、早ければ12月に出しますが、これ11月に多分出せますね。柿菜はね、連続出荷ができますから、早くね、できてほしいので、業者出しもできるし、自分のね、自前のお客様にも出せるので。うまそうですね。柔らかくてうまいと思います。もうちょっと本当は大きくしてもいいぐらいですよね。でも柔らかくて多分今これサラダでも美味しいと思いますね。はい、こんなもんですかね。とりあえずこれで何十束かはできるかなという感じですが、よいしょ、だいぶね虫が減ってきましたけど、一応念のためまだねかけておきますか。よいしょ、次が水菜。よいしょ、今晩あたりからぐっと冷え込んできそうですね。はい、ちょっと少なかったかな、まあいいや。よいしょ、よし、こっちの方がでかかったかね。こっちの方がでかかったね。あ、こっちの方がでかかったね。奥から取っちゃったね。まあいいや。よいしょ、明日からね、11月ですから、一応大根をね、小さくてももう出していこうと思いますので、あの辺のね、トンネルの中にあるやつからね、この手前の将軍院はね、ほぼ壊滅しましたんで、来年はもう、これで将軍院大根を作るのはもう、わせはないですね。12月とかに、番宣の将軍院作ることあってもね、これで将軍院大根は、秋の将軍院大根はもう、おそらくこの地では作ることはありません。さようならってことですね。まあこのようにね、品種の選定含めね、見極めていかないといけないので、できない野菜作ってもしょうがないですからね。さあ、はい、水菜行きましょう。よいしょ、大根がねちょっと太ってないんですけどね、もう出していきます、どんどんね。今日が31でしょ、あと10日後にはもう春人参がスタートですか。
マジで。この上にね、こうやってね、黒マルチを貼るっていうのはね、やっぱりこうやって今、ね、飛ばされちゃうんですよ、やっぱね。だからちょっと貼り方工夫しないとダメですね。で、こうやって飛ばされると、ほら、もうこんな感じでね、なんか草だらけになるでしょ。ね、これダメですね。ちょっと2、3日ね、ほったらかしにしてると、